どうも、アイルトモカです。どの場所に行っても同じ女の子と遭遇するドッキリ。協力してもらう山崎純子さん、お願いします。昭和チックなお名前だね。はい、でも、あだ名は全然違うんですけど。何？ザキチェ。ザキチェ、あ、いいね。ザキチェ、あ、ザキチェ。まあ、ターゲットは熱田になるんですけど、昨日、まあ、夜集まったタイミングで、いつも持ち歩いてるナイキのバッグにピロの携帯をもう入れておきました、うん。で、このピロの携帯と今リョウが持ってる携帯っていうのはゼンリーっていうこの位置情報共有アプリで位置情報が常に分かるようになってるんですよ、お互いに。まあ、なんで熱田がそのバッグを持ち歩いてる限り、あいつがどこにいるかっていうのを常に把握できるようになってます。まあ、この位置情報を利用して熱田の行く先々でザキチェちゃんに遭遇するというようなシチュエーションを作って、うん、まあ、熱田がどんな反応を取るのかというのを見ていくドッキリでございます。ということで、まあ、ちょっと今ちょうど移動しててそっちの方行きましょう。はい、もかめちゃくちゃ近いですね。止まってんね。左、あ、多分コンビニはコンビニ。あ、あれだ、あれあれです、あれですあの車です。今熱田がね、店の中入ったんで、コンビニの中に入ってる熱田が出てきたらそのタイミングで物を落としてもらいます。ザキチェちゃんに、まあ、ちょっとこれ持っててもらって、これを離すと多分落ちるんで拾ってもらうみたいな接触方法で最初は印象付けましょう、熱田の前で、うん。すいません、ありがとうございます。すいません、袋穴開いちゃったみたいな。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、すいません。職員のおっちゃんと三つどもえになってたけど、あ、めっちゃ目合いました。あ、目合った。最初としてはいいんじゃないですか。アイルトモカ、熱田くんはマクドナルドに泊まりました。これはなんかホテルっぽいね。プチ変装して中に入ってます。これでマスクをすれば、じゃあちょっと偵察行ってみます。で、あいつなんかもうがっつりパソコン開いて、多分あれ編集やってたんで、結構あいつ長居する気かもしんないんで、とりあえずこの Mac でも、いや1個話せよって思うぐらい隣に座ってもらって、で、なおかつポテト L4 つでいこう。ポテト L4 つをお盆にこうバーンって置いて、で、食べ始めるイメージで、で、もう一つなんか、あ、飲み物4ついいっすね。OK、行きましょう。はい、ポテトの L4 つと、あとドリンクの L4 つ、あとケチャップも4つください。あ、ここで。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、多分あいつは死ぬまで忘れないかもしれない。ザキチェちゃんのことそれぐらい印象に残ってると思うよ今。まあ、ちゃんと多分見てたし、来た時点でさっきのだなっていう顔はしてたよね、うん。このまま多分2時間とか3時間椅子歩きだと思うんだけど、それだと時間的に厳しいから、明日の撮影に必要な買い出しに行ってほしいみたいな俺がお願いするんで、まあ、それで編集やめてそっちに動き出すかなって思うんで、グリグリ動かします、あいつのこと。熱線電話かけます。あれ、熱田今何やってんの？今編集してる。明日の撮影でさ、うん、ちょっと使いたいものなんだけどさ、うん、短い竹の棒みたいな、100均で売ってるやつ、明日使うからさ、買っといてほしいんだよね。あー、了解っす。ちょっとそれだけ頼む。お願いします。熱田がね、思惑通りここに向かってます。まあこれから、まあその100均の中の短い竹の棒、まあ先回りしてザキチェちゃんが全部抱えて持ってるっていうような感じで、あいつを出迎えたいなと。これは怖いよ。話しかけてきたね。え、どんな感じかけてきた。
え、さっきマックとセブンで会いましたよね。でもまあだからそろそろネタバラシしたいから、うん、まあ次あいつが移動した箇所ぐらいでネタバラシで行こう。あ、もう移動してるね。移動してる？追っかけちゃう。そうだね。ミリオン入りました。おいパチンコ屋入りました。あいつまあ厚田ちょっとこのままだと出てこないんで、まあ出てこいと、急用できたから出てこいっていう電話だけして、もう今ザキちゃんが車乗ってるんでスタンバイしてっからね、はい、それでネタバラしていきます。あの今すぐ出れる、ちょっとあの撮りたい動画あって。ああ、パチンコ打ってんなお前。頼むすぐ来て。はい、お願いします。オーケおい、怖い怖い怖い。俺のことつけてた人。俺の行く先々行く先々にいんのよ。ということで、どの場所に行っても同じ女の子と遭遇するドッキリでした。怖い。恐怖でね。マックのポテトとんでもないから。じゃあ津田、最後に感想一言お願いします。いや怖えよ。Do the